ごきげんよう、まちづきひまわりだよ。今回のゲストはエーデルワイス、キラキラに始まりムジックスで幕を閉じたヘホケブランドオーバードライブの代表にしてパンクロックバンドミルクタブのリーダーのバンブーさんです。こんにちは。こんにちは。うわ、本物だ。本物だ。YouTube で見てる人だ。クラワーおじさんだ。すげー。ということでね、はい、今回お越しいただいたバンブーさんは1973年生まれの48歳、本名は竹内博士、はい、最終学歴は中央学院大学法学部を1年留年した後に卒業。俺ここまで裸にされたことあるんだけど。いや今日はほらもう丸裸にしていただいてね、はい、もう裸のまま帰ってもらいますしね。受けなきゃよかった。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、決まりのファンで高崎ちゃんということで、ね、よく生配信でもね遊びに来ていただいてて、いろいろご縁があって、はい、まあヘホゲソングのねカバーで決まりを客演に迎えていただいたこともあったりとかして、ありがとうございました。そのねさくらんぼキッスはねバンブさんの方のチャンネルで上がってるんでね、ぜひ聞いてください。ぜひ。もうということでね、今回はね満を持してお呼びさせていただきました。はい、はい、春なのでね。春なので関係ある？わかんないけど、もうある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 、はい、そうあるんですよ。まあ、春はほら出会いと別れの季節ということでね、はい、ひまりの愛するヘホケ業界にも出会いと別れ、来るものと去るものがいるわけじゃないですか。あと、まあ、生き残るものと潰れるものがある。理由はどうあれ、まあ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 、まあね、まあ、去るものっていうんでしょうかね。はい、はい、まあ、このうちね来るものに生き残ったものに脚光が当たることはあるんだけど、まあ、去るもの特に去った後の人に脚光が当たることってあんまりないじゃないですか。まあそうね、あんま聞いたことないですよね、うん、そうそうそう。ということでね、バンブさん、はい、今まさにヘホゲ業界をね去ろうとしてるわけじゃないですか。本当にヘホゲやめちゃうの？片足突っ込んでるぐらいになるんじゃない？あー、なるほど。肩まで使ってたのか。肩まで使ってた。わかんないけど、温泉的に例えるならば。なんでそもそも引退しちゃうの？老眼。老眼。え、もし見えないからってこと？ノベルゲームってやっぱり大変なんですよ、はいはい、ムジクスとかは当節で言うと10冊分ぐらいのボリュームがあって、結構ボリュームありますよね。なんで、2D の、 まあ、下にテキストフィールドがあって、はい、産業表示ぐらいのやつだったらまだねいいんだけど、うんうん、ノベルってやっぱり作ってるとやっぱり何十回何百回って読まなきゃいけないわけよ。なるほどなるほど。しんどいと思って。若い頃はそんなね特に何も思わなかったけど、この年になるとこれって結構大変な作業なんだなと思って。なるほどなるほど。いやそれマジみんな嘘でしょって言われるんだけど、本当にそういうのと、これ何年か前の話なんですけど、うんうん、その周りのメーカーで最近どうなあいつらのとこどうだったのかなと思って見たら、ファイルフォーノットファウンドとかさ、いつの間か潰れてたりとかさ。そうなんだよ、そうなんだよ。ひっそりこうなんか活動終了しましたみたいな、ある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 。であるじゃん、うん、それ見てちょっとすごい切なくなっちゃって、切なくなったのと同時に、え、こんなになんかスンって終わっていいのみたいな。あーなるほど。あ、だったらまだこう活動できてるうちに華々しくみたいな。そうね、だからやっぱりこの行動原理がもう16の時はバンドマンなんで、はいはいはい、バンドの考え方なんですよ。だからゲームブランドもバンドとしてずっと営んできたから、何年も応援してきてくれたんだから、ちゃんと終わりはきちんと終わりました、ありがとうございましたっつって、うんうん、なんか感謝したいし、華々しく終わって、いやこの十何年間楽しかったよねっつって、本当にありがとうっつっていうなんか気持ちで終わりたいなってのをずっと思ってた。あれはなるほどね、老眼と華々しく引退したいっていうなんか相反するようでなんとも、なんともね、なんかこう塩味のチョコみたいな感じのまあそうね、理由なんですけども、なんかショートケーキに唐辛子乗ってるみたいな、みたいなね、柿の種チョコみたいな感じなんだけど、まあ、そんなパンプさんが、はい、そもそもどういう経緯でヘホケ業界に入ったのかっていうのをちょっと聞いてみていいですか？昔のインタビューとかでも話したんですけど、はいはいはい、売り飛ばされてきたんですよね。ん？売り飛ばされて？売り飛ばされてきたんですよ。え、人身売買？まあ、近いですね。怖ー、ヘホケ怖ー。近い近い。当時僕お塩さんがいたんですよ。はいはいはい。バンドのドラムで、黒夢ってバンドのドラムとか、あー知ってる、やられてた方で、ずっとその下についてて、
でお塩さんに言われたのが、ミュージシャンって売れるときはバーン売れるんだけど、うんうん、売れなくなってからの人生が長いから手に職つけときなさいって言われた。なるほど。でなるほどなと思って24、5、6の時かな、はい、でフロームAっていうのが昔ありましてですね、でそれ見たらゾンビ好き集まれって書いてあったの。俺好き好き好きっつってでそれまでゲームが好きだったからゲーム関係の仕事をつきたいなと思った。誰もが一度憧れますよね。そうちょっともうワナビーだったからもう。で、フロムA見ていくつか受けて、その一つがそのゾンビ好き集まれって書いてあって、プランナー募集だったの。あ、プランナー。プランナーって未経験でもやれるんだ。そう、未経験者でも OK って書いてあったから。で、ゲームの企画書を持ってきてくださいって言ったんだけど、はいはいはい、企画書書いたことないから、はい、俺その時インディーズでレーベルやってて、はい、自分で。で、CD 作ってその手売りで4000枚とか行商して売ってたりとかしたの。あ、すごい。で、それ CD 持ってって、ゲーム作ったことないですけど CD だったら作ったことありますって面接でその当時の上司から、君ゴレンジャーで言ったら何レンジャーって聞かれたら、食い気味でキレンジャーっつって。え、なんでキレンジャー？カレーが好きだから。したらそんなターメリックの理由に。したら ご告白しちゃったよ。それでバンダイの下請けのそのデザイン会社でゲームの企画とかね、そういうデザイン周りをやってる会社で、うん、2,3 年かな、そう仕事してプランナーとして。おー、あ、じゃあ企画書みたいなの作るお勉強。いや、もうほんといっぱい作ってね、1年で、え、2,3 年ででも1000個ぐらい。もう当時のさ、バンダイってさ、ひどくてさ、今はどうだか知んないけど、うん、あのプロデューサーしかいないの、うん、バンダイって。でその下にぶら下がってるメガハウスとか、そういう企画とかそういうデザインとかやる会社がいっぱいあって、そのうちの一つだったんだけど、なんかプロデューサーがふわってきて、なんかちょっと竹とんぼとさ、あのおじゃる丸でさ、ちょっと企画20個ぐらい考えてみたいな、明日までみたいなのがすげえ変わったのよ実際でそれで俺らはあーっつって言いながら20個その絵イラストとさ、その、まあ、こうやって遊びますってこれぐらいですみたいなの企画をバンバン出すわけ。そういうののもうほんと毎日もう企画作る修行だったのかな、今にして思えば。それが今はでも役に立ってるからね。え、それで通ったことってあるんですか？当時はそんなにあのペペだったからなかったよ、うんうん、あの俺入った時はプレイステーションのゲームの企画に回されたの。あー、なるほど。プレイステーションって言えばね、もういろんなゲーム多いし、ソフト数もめちゃめちゃ多い。そうそうそう。で当時バンダイのそのゲームって流行ったもんパクる系が多かったよ。なるほどなるほど。22年前ぐらい。やっぱそういう姿勢も大事だよね。そうそう。で、うん、バイオが売れたから、うん、バイオハザードみたいなゲーム作ったら映画だみたいな感覚で、カウントダウンヴァンパイアーズっていうゲームがあって、それここが俺、あの商業デビューなんだけど。あ、そうなんですか。そこのプランナーで入ったんだけど、はいはい、バンダイだから子供のね、向けじゃない、うん、で吸血鬼をテーマにするっていうのは血が出せないとか十字架ダメとか困ったすごい、みたいな困ったで、なんかラスベガスかなんかを舞台にしてるんで、その当時の上司たちはみんな取材で向こうに行ってんだけど、はいはい、ペーペーだったから何してたかっていうと、はい、じゃあバンブーあの俺らが帰るまでにバイオハザードナイフクリアできるようにしといてみたいなナイフクリア一生懸命豆腐エンドみたいなのもできるようにみたいなもう一生懸命やって、もうそんな感じでしたね。で3年ぐらいやって、当時インターネットのテキストサイトブームっていうのがあったんで、はい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 。でその時に、まあ、今亡くなっちゃったけど山口昇とか、はい、あと神様家族とか、まあ、あのグリングリンとか書いた桑島義和とか、ね、片倉慎二ね、まあ、グリングリンとか、まあ、うちのゲームのキラキラとかの原画やってた、まあ、そこの周りの人たちが結構たむろって遊んでる時期があって、その中にクソゲーハンターってやつがいてクソゲーハンター ABC ってやつがいておで同時進行ぐらいで多分あのフロントイングの立ち上げが進んでて、フロントイングさんでそのカナリアってゲームを一番最初の、そうそう、一番最初のデビュー作だったと思う、うん、でそこで、まあ、のぼるさんとあと吉和と片倉が、まあ、スタッフとしてもう先に入ってたの。ほう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 。でディレクターがそのクソゲーハンターだったんだよ。でやつが俺の手にはこの現場余るみたいな感じで考えてて、それで、と要はバンドをテーマにしたゲームだから、うんうん、バンド経験と、まあ、ゲーム作った経験がある人を、うん、っていうことで俺に白羽の矢が立って、素晴らしい。その時の口説き文句が、俺当時月12、3万円で働いてたんだから。バンダイで？バンダイの下請けで14、5万だっけな、まあ、忘れたけど、まあ結構そんな。そうでしょ、他の社員ロサンゼルスとか行ってんのに。まあペペだったしね。あー、そうなんだ。バンドマンの、あの何ずっとそのローディっていうか坊やみたいなのやってたから、
定期的にお金が入ればいくらでもみたいな。なるほど。感じだったわけよ。馬車馬のように働いてたわけですね。馬車馬のように働いて、会議室でずっと寝てたから。そんな状況で、まあ、そのこれまでの経験がうまく合致した結果、フロントウィングさんにだから呼ばれた時に、バンブーさ、月あのうんうなずいてるだけで月30万円もらえる仕事があるんだけどって怪しい怪しいでしょ怪しい。で、で ABC さんに、うん、あの呼ばれて、何もうほんとそんな仕事あんのみたいな言ったのがフロントウィングだった。だって最初に片倉と会った時に、全然もう喋ったことそんなないんだけど、あいついきなりもう開口一番、この仕事受けない方がいいっすよとか言ってなんだこいつと思ってたけど。え、でも受けたんだ、うん、30万欲しいさに。そうね、ゲーム芸がどうのこうのってよりも30万欲しさだったね。あー、なるほど、もらえるなら何でもやります、そんな感じだった。へえ、バンブーさんをね、そんな感じで使える時代があったんですね。まあ、で、フロントウィング入って最初に言われたのが、山川社長にそのこれやってくださいって言って、うんうん、ホワイトアルバムとトゥーハートを刺されたの。なるほど、当時のトレンドですね。トレンドだったの。正直言うと、ペヒョゲは同級生をプレイしてたぐらいで、うん、あとちょっと前のウィングマンとかまあ88とか98時代の、あー、なるほど、はいはい、やつだったんで、まだ黎明期の頃の。で、ヒョゲってなんか割とオタの中でも最下層がやるんじゃねえのみたいな。あ、そうだったんだ。偏見をなんか持ってた。やっぱ家庭用、当時ってなんか家庭用のやつって、うん、あの開発したやつってちょっとね、ヒョゲのやつ下に見てたりとかね。へえ、そうなんだ。あったあった、確実に俺のマリアだった。エロつけないと売れないゲームとかみたいな感じ。そう、今そんな目の前で言ったらぶん殴るけどしよな一緒に殴りに行こうぜまあ仕事だからっつって割り切ってトゥーハートやったのよ、初めて、うんうんうん、当時開発した亀戸だったんですけど、亀戸のマンションで開発したんですけど、まあね、まあ、仕事だからやりますけどって、その何十何時間後にずーっとやり込んでてもう夜明けぐらいにはもう布団抱きながら、ちょっとタトゥー入ったおっさんが、うわー、マルチって、マルチなー、マルチかーっつって言ってる横で、ちょっと片倉が泣きながら、うんってこう頷いて原画を描いてた。優しい世界やけで、その後ホワイトアルバムでね、心あ、なんでなんでってなったりとかしてこれすげーなと思って、ちょっと舐めてたわと。いいなあ、かんって。いや、いい時代だわオケやべえみたいになって、はいはいはい、はい、それで、真面目にっつったら、まあね、語弊あるかもしれないけど、まあそれで業界取り組むようになったって感じですかね。なるほどな、そこで速落ちしちゃったわけですね。速落ちしましたね、その時のヒロシは。したしためっちゃしたわ。金欲しさに入った、30万で雇われたヒロシが。だから俺、ね、初めてそのリーフの人と会った時、ちょっと直立不動だったもんねシャキーンとかしちゃって角有名だっつって、あのマルチを生み出したなるほどね、まあ、そんな感じで、あの動機としては不純というか、まあそうだね、いや、はい、まあ褒められたもんじゃないよねまあでもみんな最初はそんなもんですよね、黎明期だし。ほんとちょうど2000年ぐらいだったんですね。これからヒョゲがガッと軌道に乗ってくっていう感じの時代ですもんね。そうですね。ガンホーさんに、はい、まあ、あの今その今あるパズドラの会社じゃないじゃないガンホーさん、そう、有限会社ガンホーってとこに降りたんで、デクと、はい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 、片倉と一緒にいて、でそこでグリーングリン作ったんだけど、グリーングリンってあのガンホーって会社が制作して、まあフロントイングがプロモーションやるみたいな、はい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 、感じでやったんだけど、それからちょっとこじれて、でガンホーで、まあ、作って、それでまあ反社さんがいて、うんうん、スターリングさんって会社なんですけど、まあその会社でまあ売りますっていうのがグリーングリンのその元になったんですね。あー、なるほど。グリーングリン作って、ガナビーっていうのを作って、キッシングっていうのを、まあ、ちょっとブランド違うんだけど、はい、まあ作って、それで独立しようと思った。うん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 、30手前ぐらいで独立して音楽の会社やろうと思った。もうヘホゲーではなく、まあヘホゲーの音楽でも、まあ、結構その引き合いとかも来てたから。あー、なるほど。音楽の制作の会社をやろうと思って、今のキッチンガイズファクトリーっていうそのオーバーで答えになる会社をその立ち上げたの。はい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 。だけどなんか基本的なメインヘホゲ制作みたいなで、やめたら俺がやめたら、やめて、それでしばらくしたら、その当時のそのガンホーのスタッフがうちに来て、バンブーさん辞めてから、あのプロデューサーがいなかったんですよ。はい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 。要はでプロデューサーいなくて、いなくなっちゃった。で会社が潰れそうっすっつって
あと埋められなかったんだでどうしたもんかなと思って、うん、まあ、こいつら壊さないといかんしなって思っちゃったんですね。いや、男バンブそれで当時 の, その反射さんにグリーングリーの2、3を作るから、うんうん、なんかね当時ねバタリアン3と4っていう映画があって、うんうん、その3と4は続編なんで世界観一緒なんだけど、あの一緒に作ると制作費があの 1.5 倍で済むみたいな。なるほど。いや2作分じゃなくて 2. あの1個、ね、1、1じゃなくて 1.5 で済む。あーお得、お得と思ってなるほどと思ってそれでグリーングリーン2、3を思いついたなるほど。それであの反射さんに行ってお金くださいっつって作るから、うんうんうん、でグリーングリーンヒットしてたから、そうね、あの、うん、そ当時もね業界的にも景気良かったから、うんうんうん、こいよっつって 7,8 千万ぐらいからバーンって出してもらって、すげえ。それでじゃあ5カ年計画立てようと思って、うんうん、で最初の 1,2 年でその要は制作請負だからちゃんと物が作れるあのスタッフィングを固めようっつって、うんうん、で3年目で独立して、はい、で5年目ぐらいで代表作作ろうっつってっていうのを立てて、それでグリーングリーンの 2,3 作った。なるほどなるほど。で3年目でエーデルワイスで、うんうん、オーバードライブとしてデビューした感じ。あーなるほど。でそれで5年ぐらいしてキラキラ作ったのか。おーあそこからキラキラ。そうそうそう。しかもねキラキラ代表作もなりましたからね、おかげさまで、はい、あーすごい。なるほどな。基本的にはなんかやっぱこうやってヘボケ会社さんの、あの社長さんにお話聞くと、うん、やっぱその流通さんからお金を借りて作ったら返して、そう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 、でまたお金を借りて作って返してっていう感じ。そうそうそう、うちも漏れなくそうで、うちはあの流通さんっていうよりもその販売会社さんがいたんで、販売会社さんからあのお金を借りるっていうのがすごく多かったね。あーなるほど。え、それで売れなかったらもうその会社終わりってことですか。まあ終わる可能性が高いよね。結構ヒヤヒヤだった時もあって、でグリーングリーンでめっちゃ売れたから、うんうんうん、めっちゃ鼻伸びたよね。俺デビュー作のプロデュースデビュー作でこんな売ってマジ俺天才じゃないと思って2作目で鼻折れたんで根元からえぐれるようにボキッと折れたんでなるほどな。そっから割とあの謙虚に、まあ、謙虚になったかもしれないけど、グリーングリーンは本当いろんなことを教えてくれる作品だったんですね。いやもうプロデューサー的にもね、プロデューサーはもうなるつもりなくて、横文字でかっこいいからっていう確かにひまりもなりたいプロデューサー。手挙げてプロデューサー誰やんのって言われて、かっこいいからじゃあ俺やりますって言ったら、ヘオゲってさあの少数精鋭で作るから一人の仕事の幅が半端ないわけよ。あーそうですね。特にそのプランナーとかね、プロデューサーみたいな優遇扱いの人たちはいろんなことできなきゃいけないから、だからスクリプトも打ったし権利交渉とかもそうだし、あといろんな準備とかもそうだし、仕事量が半端なかったよ。雑用から本当に大事なところまで。そうだから、のぼるさんとか、まあ、デクもそうだし、あと、まあ、片倉もそうだし、あと吉勝もそうだし、あと俺もだけど、当時その開発室に段ボール引いて寝てて、さすがにちょっとこれプライベート空間欲しいなと思って近所に駐車場借りて車で寝てたのよ。で車で寝てたんだけど近隣住民から通報されたりとかえそれは車で寝てる人がいるっていう。そうそうそう。あと車に住んでたからおい、要は家なかったの。いや家はあったけど帰れなかった。帰れなかったお家あっても帰れないんだ。3ヶ月ぐらいは平気で帰んなかった。あーでもね、当たるあの売れるかどうかもおばくちな。でも仕事としてもそうだけどやっぱ楽しかったし、あのやっぱ大変なことの方が多いんだよね、トータルで見ると今引いてみると。うそうですよね。しなくていい苦労の方がいっぱい多かったんだけど、それでもやっぱりその時のやってたことっていうのは、ね、よく昔言われたけどもう一回グリーングリーン作ってくださいよみたいな、なんだけど作れないよ。あの時あの当時あのシチュエーションであのメンツが集まったからできたものだから、それどんなゲームでもそうだと思いますよ。いやそうなんですよね、まあ、そんなこんなでね、なんか華々しい時に引退みたいな感じでオーバードライブさんもね移植作出したらもう本当に出さない。でも新作は作る気ない。あの個人でゲーム開発続けようかなと思ってるんですけど。あそうなんですか。まだね一個だけちょっとやり残したことがあって、ほうほうほう、やっぱり自分の作ったものが世界に向けてなんか発射した時にどういう反応が得られるかっていうのはやっぱりそのものづくりの、ね、なんかテーマとして持ってて昔ゴーゴーニッポンっていうのを作ったんだけど、それが結構スティームとかでもう20万本近く出てたけど、ユーは何しに日本へってほら番組やんじゃん。ありますね。あれでそのゲームをやった人が日本に遊びに来たのを取材されたことある。へえー、そう
なんだ。でそれ見て、あ、やっぱ俺作ったもんが世界に通じたと思って、それのやつをちょっと、まあ、個人開発になっちゃうけど、まあ、やりたいなと思って。海外進出だとね、もうこれ10年前から業界こうなることをこう予想して、まあ、俺らの作ってるもんってやっぱり面白いもんとかもね、ヘホゲとしてなんか素晴らしいものもあるから、それを海外に出した方がいいんじゃねえのっていうことで、漫画ゲーマーっていう海外向けの、はいはいはい、ダウンロードプラットフォーム作って、おー、でそれが今世界で20万人くらい、すごい、もう 98% が海外の人なんで、海外の人にお金を払って、はい、ヘホゲを買ってもらうっていうプラットフォームを、あの海外販売あったんだけど、はいはいはい、結構20年前ぐらい その海外販売って雑で、ぶっこ抜いてあの適当につなげたやつを「はい」っつって、いくら売れたかも分かんねえし、しかも海外だからさ、何か起こっても責任取れないじゃん。確かに。だから日本人がちゃんと自分たちのクリエイターがきちんと管理できるあのプラットフォーム作らなきゃダメだっつって、みんなお金出してっつって言ったら出してくれたんで、それでお前すげえな、金出してって言ったらくれるんだみんな。まあやっぱりそういうのに必要性を感じてた。あ、危険性とかね、その将来的なものを踏まえて、でもこれもう1年2年でどうにかなるもんじゃないから、あの10年ぐらいかかるけどっつって、今あのようやくそのちゃんとメーカーさんに、ね、ロイヤリティとかもきちんと謝罪できて、はいはい、海外 その美少女ゲームを売るプラットフォームとしては割とベスト3ぐらいに入ってんじゃないの。おー、すごい、なるほど。じゃあヘホゲーのという文化を、まあ、世界発信する活動も続けつつ。そうだね。あと他には 何をやっていく。まあこれね、あんま自分とこのチャンネルで言うかなと思ったんだけど、まあ、あの一回ガンやってんだよ。ガンやって、そうですよね、うん、あのちょっといろいろ考えた時に60歳まで、まあ、生きるとして残り12年だ、12、3年やなと思った。でその時何で死にたいかって考えた時に、ミルクタブのバンブーで死にたいなと思った。あー、なるほど。それをするにはどうしたらいいんだ、モヤモヤっとした時に、今年の1月3日に俺の先輩のバンドのニューロティカっていうバンドが武道館公演やったの、うん、やってた。あのあれですよね、駄菓子屋さん、お菓子屋さんやってる、やりつつパンクロックバンドやってる。あれずっと1から10も、あの 1から10とか言わないけど、まあ結構ルパとかいろいろ手伝ったりとかしてて、57歳でインディーズで初武道館っていう、すげえなと思ったの。すごい。俺もずっと16の時からバンドやってて、武道館やりたいってずっともう言ってた。テックジャイアン あのインタビューで、バンブさん将来あのオーバードライブは何、どういう方向を目指しますか、武道館ですっつってカットされたぐらいなんでカットなんだ今でも忘れてねえかなで、ふっと考えた時に、お金とコネはなんとかなんだと。お金も大体、まあ、あのちょっと言い方悪いけどクラウドファンディングもあるし、あと自分でその出す金額がどれぐらいなのかっていうのもなんとなく分かってきたし、あとはコネとかね、コネも20年こんだけ業界やってて、まあ、アニソン歌手としてもまだ一応現役だから、まあ、その制作とかもいろいろつてはいっぱいあるわけ。そうですね。問題なら価値だなと思って、でその価値を作るのに12年間費やしても無駄じゃねえなと思って。なるほど。で57であっちゃんがあの武道館やったら、俺56でやったらあの人に勝てるんじゃないかなと思って、それを目標にしようと思った時に、いろんな肩書きいらねえなって思った。かっけかっけぶっちゃけキャンプファイヤーってね、あのクラウドファンディングの顧問やってるけど、めちゃめちゃいい金もらってたね。そうなんだ。え、あれ金もらえんの。顧問だから金持ってる。ひまり引き継ごうかいや、そこそこいい金額もらってたよ。一回もやったことないけど。一般企業の部長さんぐらいもらってたよ。引き継ぎてそうなんだ。でもそれも、なんか俺が思うロックスターにはいらねえなと思って、やめますって伝えて、あといろんなあのところの団体 あの理事とかなんだとかってやってて、それも全部やめ、今年の夏ぐらいまで全部やめる。なるほどな。だからそれで、まあ、いろんな人からね、あの心配されて、ファンブさん大丈夫、この後どうするのみたいな思った。そう、いろんな人に、あのご心配かけられたんですけど、だから単純にゲームとクラウドファンディングとかって分かりやすい、今まで看板にしてた分かりやすいものをやめるだけで、取り立てて何も変わるわけでもないし、そう、形が変わっていくだけだよ。だけだよと。アパレルとかは別に続けるし、別にクラウドファンディングもあのなんかね、例えば やりたいですっていう人がいれば全然個人的に手伝うしみたいな。あー、そうなん。そう、ヘホゲやめるって聞いてね、大丈夫なのって思って聞いててさ、でもなんか本人はギタージャカジャカ弾いててさなんかボイトレ始めたとか、なんか家で筋トレしてるとか大丈夫なみたいな。いや、
別にスタッフ今うち2人してたんだけど、2人食わす分、2人と俺食わす分ぐらい会場あるし、あとその要は価値をさっき言った価値を作るっていうのの一環としてボイトレも筋トレもしてるわけよ。なるほどなるほど。歌に対して今までずっと我流でやってて、我流でやったままプロでこんだけ長くやれて、なおかつアニソンとかもね歌わせてもらったりとかってできてて、逆に言うとそれ以外できないから、もうちょっと歌の表現とか幅とか今更ね、いやいやいや大事大事大事、あの広げたいなと思って、まだ進化するのか竹内宏っていうのを見せるってことですね。やっぱ習い事しててやっぱ気づくこととかもあるし、逆に例えば今ディレクションしたら、もうちょっとこうやって歌った方がいいんじゃないのっていうのを具体的に伝えることができる。そもそもさ、ね、ロックスターになりたくてずっとそこに目標って、ゲームとかもいろんなものもすごい回り道してよ、手に職持っといた方がいいよからっていうところからすごい回り道してんだけど、それが全部回り道が全部手に職になっちゃったなんか社長まで来ちゃったな、社長までなって なんだったらテレビのアニメも歌ってアニ様でも出てみたいなもうなんか自分でもよくわかんないけど、そういうね、俺は運が良かったなと思うよ。いやまあ運もあったかもしれないですけど、いやだいぶね世の中面白くしたんじゃないですかどうなんだろうねよーしてくれましたよ。じゃあもう武道館を目標にこれからは生きていくという。そうだね、俺の50代武道館目標ってかっこいいじゃん。ただ、ね、すげえ、一緒一緒、ひまりも目標武道館、おーオープニングアクト使ったら最悪やった逆にそっちが武道館やるとき俺オープニングアクト使ったやった密約をしとこう今やったどっちが先に叶えるか多分ひまりの方が先っぽい気がしてる。いや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 、どうかな、だからね、俺があのひまりチャンネルというか、もちろんひまりというのが好きなの理由っていうのはもうね、あの偏ってる俺偏ってるものがすごい、偏ってるものとかピーキーなものにすごいギュンギュンしちゃうので、いや大事なこと全部ヘホゲに教わって生きてきたんでね、これからも貫いていくんで、いやもうぜひよろしくお願いしましょう。希望だよね、だって本当雑誌もさ今もう、うん、昔みたいな勢力誇ってないわけじゃない。まあなんか結構ウェブに進出してきたりとかして、そうそう形が変わってきてますよね。でガチで好きでガチであの紹介してガチでその理解をしようとしてるの君だけだから、ね、現存するヘホゲーメディアは唯一のあのなんだろう数字を持ってるヘホゲーメディアってもちろん決まりだけだから、ね、俺から見るとそんなことない、みんなで成長していくんだこれから頑張るんや。いや本当にもうあの一台もう一時期のテクジャイみたいになれるよ一興みたいなひまりのねあのチャンネルで番組作っていきたいんでね、そういうこれからヘホゲ業界まだまだやっていけるぜっていうのねこれから見せていきたいと思うんでね。いや本当ねそれ嬉しいよね、ヒロシ呼ぶからその時は頼むよ呼ぶんかいもう若いやつでなんとかしろよもういいよこんなロートル出さないでもう友達いないんだヒロシ助けてって友達いないそれいなかった連れてきてってそれなんか仲介業者ねまあそんな感じでね、まあ、バンブさんヘホゲ業界をね去った後は武道館を目指しつつ謳歌する人生をねこれから送っていくということでね、謳歌できるかどうかわかんないですけど、いやできる、おめえならできるよ。だからあの陰ながら、あのヘホゲ業界の人を助けようかなと思ってます。力になれればなと思ってます。助けようって言ったらちょっとあの上からだけど、いや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 、俺のクラウドファンディングのノウハウってそういうメーカーだったりとかクリエイターだったりとか、はいはいはい、アーティストとかミュージシャンとかがをその助けるって言ったらおかしいけど、そういった人に役立てればいいなと思ってその勉強したり体系化したりしてる部分もあるんで。ああそうだっていろんな方のねクラウドファンディングサポートされてきましたもんね。めっちゃやった。ヘホゲもそうだし、やっちゃった。俺多分日本のミュージシャンで一番クラウドファンディング使い倒した自信あるわいやそれはみんな認めるよ。そうだよ、あるあるえこれからもなんかクラウドファンディング自身でやっていくご予定あるんですか。最近だとあのアルバムを、3月28日ぐらいから始めようかなと思ってて、それ今回さその往年の美少女ゲームの、主題歌とかもカバーさせてもらったけど、当然自分とこのゲームもそうだし、あと君が望む縁とかまだかもとか桜もキスとかね桜もキスほんと好きでさ俺、うん、わかる好きだってあのヒロシがさ、うん、あのギターで弾き語りしてるやつちょっと伸びてたもんちょっと伸びてたねちょっと寂しい出してみたんだけどちょっと伸びてたなんでこれ伸びてんだろうなんかギャップが
がいいんだよな。それの、あのアルバムのクラウドファンディングを今、うんうんうん、あのやるんですけど、で、あのこれ当然ね、うん、当時のヘホゲの主題歌なんで、ソフリンに、うん、あのソフリンマーク T シャツにしたいんだけどいいって言ったら、うん、許諾もらえたんですよ。え、欲しい。ソフリンマークの T シャツをあの返礼品でつけるんで。え、あの銀色のやつ。そうそう、あれ欲しい。今あれをどうやって光らすかっていうのすごい今試行錯誤してる。これ光った超漏れだろうなと思って。え、ひまりそれ来てさ動画撮ってもさ、あ、でもこいつソフリン撮ってるから大丈夫だわと思ってもらえるってことですもんね。認可済みです ,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 
だ。議題に上がってで OK もらったから、その理事のメーカーの人たちがバンブーとかったらしょうがねえなみたいな感じで OK してくれたのかなと思って、本当ありがとうございます。もうソニーのね、皆さんも来てくださいね。だ結構ねあれ欲しくて、え楽しみ、ひまわりもじゃあ教えさせていただきます。ぜひぜひ。あとはその3月30日、うん、31日にオーバードライブの最後の、本当はねライブハウスでっかいとこ借りて、バーッとショーを入れたいんだけど、まあ、ご時世的にちょっと難しいから、今回 3D でライブハウス作って、でそこに実際の演者を投影してライブする。ライブ会場にさマイク置いてさ収録してもいいんだけど、あれ音が悪いんだよな。で見る人がやっぱり見る人は動画を見るっていう感覚になるから、やっぱり視覚的にも音質的にもいい方がいいなと思って、ちょっと普通にライブやるより2倍ぐらい予算かかってるんで。投げ銭だから、投げ銭もあれスーパーチャットもありがたいんだけど、そんな好きじゃねえんだよ。ああそうなんだ。なんかこれなんか物作った対価として金もらうのはいくらもらってもいいんだけど、なんか何もしてないのに金が降ってくるっていうのが個人的にはねありがたいんだけど、まあ確かにね、ちょっと抵抗があるみたいな、だからブースとかクラウドファンディングとかそういう支援してがカンパしてくれたら返礼品もらえた方がいいんじゃないのっていうスタンスで今回やるんで。あーなるほどな。なんか今ね画面とか出てると思うんですけど、まあ、そういう感じでですね、まあ、歴代のボーカリストが歴代の作品のテーマソングとか全部もうやりますんで。その考え方めっちゃエンターテイナーですわ。で投げ銭文化って、まあ、今はねもう当たり前になってきたんだけど、で対価として何が出してるのかっていうのはやっぱりなんとなく自分の中で意識しないと、このお金は何なんだろうってなっちゃうからさ。あーなるほどな。みんなねやっぱ楽しませてもらってるから、バンブさんにありがとうの気持ち込めてスポチャとしてるんだけど、まあ、そうでもそれに対してより返したいと思っちゃうバンブさんのね。やっぱ古い人間だから手元に残るもの、あーわかるわかる、返せーなみたいな。旅先でお土産いらないのに買っちゃうのと一緒よね。そう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 助かんだよ。確かにスーパーちゃんとありがてえし、もうそれ助かんだけど、それをただありがとうだけで済ましていいのかっていう葛藤は未だにある。あーそうなんだ。ある、うん、そんなねバンブーおじさんならね、もうお値段以上のもの返してくれること間違いなしですよ。ひまりがもしクラウド入んねん、俺ケツ拭いて。本当？やるやる。え、ひまりのクラファンおじさんなってくれんの？クラファンおじさんってなんかあれだな言い方クラ活してくれんの？クラ活パパなってくれんの？クラ活パパクラ活パパ。実はね、ひまりね、今クラウドファンディングでちょっとアルバムを作りたいなって思ってるんだよ。望月ひまり、オリジナルソングアルバムをね作りたいと思ってるんだ、パパ。パパ言うな。なんかすごい語弊がある言い方するからパパ言うな。別に全然担当するよ。え、本当？そうそうそう。やったー。ちょっとさ、この後暇？別にいいけど。ちょっとさ、人間の方の動画もさ撮れたらさ、はい、ちょっとそっちでマジな方の相談していい？いいよ。いいよ。これちなみにマジこれ台本じゃねえかだから。いいよ。いいよ。あ、やったー、ありがとう。よし、じゃあ映像越しにね現地撮りましたんで。この後も引き続きお話できたらと思います。はい、ありがとうね。ありがとうございます。ということでね、あ、そう、一個忘れてました。家庭用ムジックス、はいはい、もうすぐ発売じゃないですか。それ最後にね、宣伝しときましょう。まあ、おかげさまで PC 版ムジックス発売してからね、うん、ワンチャンいただいて、やり残したないってぐらい作り込めたんで、僕としてはもうこのムジックスで最後の作品として、まあ、オーバードライブに関わる作品としてまあ、世に送り出したいなと。評価はもうエロゲスケープとか見てくれそれで買うかまで話してくれ使用値結構高いよね。ということでですね、頼むよもうスイッチと PS4 でんですけど、まあ、スイッチ版の方が俺は
持ってる方はおすすめかなと。あーそうなんだ。寝転がりながらできる。確かにそうなんだよ。ひまわりもスイッチ版でね、もうあの頼みましたんで、まあ、ただあの PS4 でもあの、うん、タブレット飛ばせんだよなアプリで。あそうなんだ、うん、だからまあできなかねなと思って。お好きな方でね、お好きな方でぜひ、うん、エンタグラムさんからですね3月29日発売になります、ね、お楽しみください。はい、よろしくお願いします。はい、ということで本日はバンブー竹内博史をお招きさせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。本名で言われると本当恥ずかしいよな。むずがゆいというか。これからはねひまりのねクラファンマブとしてよろしくお願いいたします。本当クラカツパパじゃなくてよかったわ。ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。またね。チャンネル登録よろしくね。お願いします。チャンネル登録してね、してね、よろしく、して。